ベイビー、今から出してあげる。いいかい。私のベイビーを返してくれ。あんたはクリフォードアンガーか。君は、あんたがルーの父親。お前はただのサムではない。お前はサム・ブリッジズ、未来への架け橋だ。サム、お前が俺の代わりに本物の橋になれ。さあサム、立って。宇宙飛行士をつけてあげるね。人類はどこへでも行ける。宇宙へもね。もう少し待ってくれ。これが終わったら行きたいところにどこへでも連れて行ってやる。もしかしてジョン、ジョンか。隊長、こんなところで何を。妻を見てもらっている。去年の件もあるからな。マンハッタン消滅の。それにしても、まさかあなただったとは。これじゃ約束と違う。あなたは BB だけなら助けられるかもしれないと言った。まだ返せない。
もう少し時間が必要なの。私を信じて、最善は尽くしている。嘘だ、仮面をかぶったあなたをこれ以上信じられない。私には国を守る義務がある。だから時に嘘は必要なの。大統領から最高レベルのシステム権限をもらっています。それでシステムを操作しました。5分間だけならセキュリティを騙せます。あなたとの会話も記録も残らない。BB を連れてここから立ち去ってください。奥さんは諦めるしかありません。残念ですが。私はあなたの部下だった。しかし今の私は大統領をあらゆる脅威から守ることが任務です。私は国に、いえ彼女に忠誠を誓っています。彼女の命令には背けない。そうなってしまえばあなたたちを助けられない。危険を冒してまでなぜ私を。それはあなたが私を守ってくれたからです。何度も何度も。私はどんな過酷な戦場からもなぜか生還することができました。新米だった私は自分の能力だと勘違いしていたが、そうではなかった。救ってくれたのはいつもあなたでした。私が生きているのはあなたのおかげです。今度は私があなたを救う番です。明日この子は別の施設に移送されます。そうなればもうこの子は新しい通信技術の人柱としてありもしない国アメリカに捧げられてしまう。段取りは書いておきました。紙媒体が一番安全です。読んだら処分してください。私にできるのはここまでです。します。システム上ここから生命維持装置をオフにすることはできません。これで奥さんを自由にしてあげてください。バイタルが停止してもしばらくアラートは出ません。疑似データでカモフラージュしてますから。ただし騙せるのは前回と同じ5分です。躊躇しないでください。これが最後のチャンスです。
すまなかったリサ。心配しないでくれ。この子のことは俺が約束する。約束するよ。あのマリサ、すまない。隊長、残念です。撃つな！いいな！お前らも！いいな！撃つんじゃない！この先は袋小路だ。逃げ場はない。ここからは警備班が処理する。
うまくいかなかったよ。すまなかった。この辺は突撃するんだ。アイナ、ここに逃げ込むのを見ました。ここにはいない。足を探せ。足を。わかりました。いいえ、彼はその部屋にいるわ。警備員を届けろ。心配はいらない。大丈夫だ。私はいつもつながっている。さあご覧、日が沈む夢を見て、安らかにこの胸に君を抱いて、僕も抱いて、包むように聞いてくれ。俺はお前が怖かったんだ。お前という存在が怖かった。お前たちがいることで俺は死を恐れるようになる。そうなれば俺は戦場で戦士ではいられなくなる。それが怖かったんだ。私は。どけお前ら、どけ。私は間違っていた。守りたいものがあるからこそ、恐れるものはなくなるのだった。すまなかった。お前たちに寂しい思いをさせた。隊長、こんなことに。さあ。俺のような失敗はするな。お前はお前の道を。
隊長。それを話してください。撃ちなさい、ジョン。それを話して、お願いです。撃ちなさい。撃ちなさい。アメリカのためなのよ。ビビーム。